あ、これか、スイロール、これですか、これスイロール、ここね、スイロールありました。アメダの日田天領市廊下、顔出しパネルもあるよ。一通じゃないですね、天領市廊下。なるほどね。簡単に言うと、商業とか文化がこの町、多分この前、そうそう、交通の要衝というか物流の要衝とかになってたらしく、当時で文化とか商業が栄えてたから、そういう、お忘れ物ご案内、車のキーをお忘れになった方がいらっしゃいます。車のキー忘れてた、トヨタの車のキーだそうです、お心当たりの方は、草野本家の前の富裕車で預かっております。あ、ここですね、富裕車まで取りに置いてますようご案内申し上げます。トヨタの車のキーをお忘れになった方がいらっしゃいます富裕車の方で預かっております。あ、本当だ、お祭りだこれ、日田川川開き観光祭やってたんですね、花火やってたんだ。重要な土地だから直轄したって感じですね、そういう意味で。下駄製造販売、下駄屋さんだ。ああ、なるほどね、林業が栄えたから消えたってことか。草の本家平成の大改修ですって、今この工事はなんか改修してるんですね。虹色ラムネ、天然色素で作った7色のラムネです。あった、味噌、麦味噌とか。これ食事屋さんですね、コーヒー団子、団子屋さん。日田の梨ソフト、柚子胡椒ソフト、これじゃん、下駄でかいの。北天領履物資料館、ここですね。あ、ご自由に撮影してください。はい、はい、どうも、はい、はい、日本一の杉桁、はい、高さ4メーター15、幅2メーター10、重さ1トン。ゲータ豚軟骨、じゃあ食ってみるか。すいません、豚軟骨一つください。走るんじゃないですか、普通にナンバーもあるし、折りたためるバイク、サービスマニュアルつけます。あ、実動車ですって、動くって。向かいの店、これ鶏から唐揚げ、折りたたみなんだ、元コンポって。タイヤでもひび割れてる、ひび割れてるわタイヤ、ビビタイヤなんだろう、 20% なんだろう。乗り換えるか忍者かな、元コンポに。ちゃんと動くっていうから、ブニュブニュしてるこれ、本当にわかるかな、ブニュブニュしてる、硬くない。いただきます。え、これ骨じゃないの、これですよ、八百万。小さいな、いや
かもここ2階ここですね、ここお店ですね。わ、八百万ミュージアム入場料800円、800万だけあった、800円。古事記、これはミュージアムなのかな。また自由、あ、1階は自由、1階は自由なのね。2階は800円、2階は800。あ、八百万の神クイズ、クイズに答えて、あ、絵をもらえよう、抽選で3名に当たるって。最初に宇宙に現れた神様は、つつ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 でね。第2問、日本で最初に夫婦になった神様は、つつつつつつつでね。第3問、なぜ鬼は虎のパンツを履き、頭に角が生えているのでしょうか。ででん。第4問、最も尊い三騎士と呼ばれる神様は、ででん。第5問、国づくりをした神様は、ででん。第6問、一寸法師の原型になった神様は、ででん。第7問、恵比寿大国とはどの神様のこと、ででん。国譲りの使者として送られた神様は、ででん。第9問、シラス国とは何ですか。ででん。第10問、三大進捗をすべてあげてください。ででん。第11問、三種の神器をすべてあげてください。ででん。92問、第12問、日本はいつ誰が作ったのでしょう。